しぐらいやります。で、今日は国語、算数、道徳をやってきます。うん、国語からやる。うん、音楽はないやなきゃ。今日音楽ない。音楽好きなんだよね。うん、今日歌うの好きなの。どうよし、じゃあ行きますよ。国語、はい、まず今日はなんだ。魔法。国語、はい。何ページ？朝のお日様を一回読みます。はい、で、またこれでしょ。朝のお日様何ページだ。こう26ページ、さあ。朝のお日様、朝のお日様、大きいな、残り海から起き出して、朝のお日様、赤い顔をザブンと海で洗ったよ。洗ったよ。短いんですよ、これ。 OK、じゃあ次が花の道を一回読みましょう。はい、はい。ページわかる？ここでしょ。そう、そこ。花の道。クマさんが袋を見つけました。おや、何かな。いっぱい入っている。入っている。クマさんたちが友達のリスさんに聞きに行きました。あれ、クマさんが袋を開けました。何もおりません。閉まった穴が開いていた。暖かい風吹き始めました。長い長い鼻の一本道ができました。はい、オッケーです。これおしまい。うん、教科書読むのはおしまい。今度は簡単だよ、もう毎日続けてるから。パイナップル。パイナップル。パイナップル。じゃあ、ねねの大好きな言葉遊びいきます。今日も3個ずつ言ってもらおうかな。うん、いいよ。じゃあね、木やりたいのに。木はね、もう火曜日にやっちゃったから。木はやりたいな。木玉くらってやればよかった。じゃあ、絵からいこうか。絵から始まる言葉は3つ言ってください。鉛筆。鉛筆。鉛筆。エビ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 。閲覧注意。閲覧注意、いいね。ポンポン出てきたね、今日は。じゃあ次はさから始まる言葉。さい。さい。さ、さい。桜。桜。桜。いちご。咲いた。お花が咲いた。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 物とかなんかの名前がいいかな。あーさ。もうさは何。国の名前でもいいし、ねねの好きな。国。うん、さ、さ、さから始まる国何個かあるよ。ない。あるあるある。さ、サウジアラビア。そう。次はラ。ラ。ラから始まる言葉に。ラッパ。ラ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 スベリー。ラ。ラズベリー。うん、あ、ラズベリー。あとラ、ライオン。お、いいね。ライオン。次は国語ちょうだい。次は、次はここひらがなの練習いきます。はい。結構来たよ。アマダイ。ひらがなの練習はプリントが配られてて、書き順とかやってます。はい、じゃあ今日はひらがなのおです。はい、はい、頑張ってください。もうきちい。今日算数ある。算数あるよ。イエーイ。今日5月21。今日算数ある。あるよ。イエーイ。好きなの。鉛筆に書いちゃった。間違えた。はい、じゃあ頑張ってね。よーい、スタート。じゃあ、ききょう、なんか食べ物やろうか。うん、やってないとこやってみようか。はい。ききは、これやってまーす。むさやさんか。線つけたり、丸つけたり。ねえ、これはね、丸つけるやつかな。やってまーす。あ、キリンさんどうこだ。そうそうそう。
もういいね、いいね。日本見て書いてるね。ね、バランスもいい感じ。お姉ちゃん褒められると嬉しいよね。うん。もう一個メロンあるかな。おお。えらいね。褒められた。褒められた。やった。えらいじゃん。じゃあ次はブータ。じゃあキキに特別カードをあげるよ。カード？うん、ファントミカードあげる。やったね。ファントミカードあげるよ。頑張ろうね。もう一個ブータいるよ。あとファントミ帳もあげる。この線っぽくいるさ。ブータいるね。もう一個あるね。うん、いないな。いるよ。頑張れ。おお。正解。ちょっと手に書いちゃった。うん、大丈夫だ、鉛筆は。すぐ取れるから。うん、消しゴムとか、キュッキュッ。お兄さん、ママ、おにぎり、ママ、追いかける。次。次は、おも簡単だね。ダンゴムシ。ダンゴムシ？おも簡単だね。お、簡単？書き順も完璧？うん、ママ。いいね。お、いたね。見ててよ。うん。お、お、上手だね。いいね、いいね。まや、これ。あれ、キキ、そっちだと書けないんだよ。あ、見つけた？ダンゴムシ。よくね、私たちに広場あるんですけど、よくそこに、すごいいるんだよね、ダンゴムシ。なーなー。どうした？カブトムシ。ほら、お姉ちゃん邪魔しないでキキ行くよ。うん、次は、ネズミ。ネズミ、いいよ。開いてた。うまくなったじゃん、だいぶ聞きそう。お、うまくない見本みたい。うん、いいね、いいね。もう一個ネズミどこだ。正解。じゃあこれわかるかな。桃。正解。もう一個は。正解。じゃあ次はトンボ。ちゃんと丸してほら、しっかり丸してあげて。オウム、うん、でこれオウムってよカラフル、もっとこれよりカラフルなナトリ。そう、カラフルだね、オウムは。でこれがちょっとないやつでしょ。キキ、反対だよ、オウムは全然違う。うん、書くときはちゃんと紙を押さえて書くんだよ。トンボどこかな、もう一個。カマキリ。トンボだよ、今トンボ。もう一個探せ。トンボ。これと似てる、同じの。お、これ何？折り紙。どこ？あとこれ兜でしょ。そう、兜、兜。どこ？折り紙で作った兜。どこ？キキの近くにいるよ。ブーン。どこかな、この辺かな。いた。チキンとかいたね。ね。じゃあキュウリ。キュウリ。うん、正解。もう一個探せ。よーし、正解。ねえ、次裏だね。うん、はい。この裏が大変だよね。うん、同じのなんか、うん、うん、はい、じゃあ次、カマキリ。正解、もう一個。いったー。じゃあ次は、フクロウ。宿題めんどくさい。ダメ。めんどくさいよね。はい。もう一個。まあもう大嫌いだった、子供の時。はい。なんで学校で宿題やんなきゃいけないんだろう。ママこっち。一応やっぱ、ママこっち。1年生ではこれだけお勉強してくださいっていうのは決まってるんだよ。こっち。こっちやん。こっち終わったらじゃあ次行ってあげる。もう疲れてきた。疲れた。じゃあキキちょっと休憩。
やれる、やれる。ね、ちゃお、かっこいいじゃん。やれる。できる？じゃあ、えい。えい。どうしたね。頑張れ。もうあと半分ぐらいじゃん。半分じゃないよ。えいと。ブブ、それエイじゃない、それ豚だね。エイはあれだよ、尻尾長いやつ。ママ見て。疲れておかしくなってきた。おお。ママ。あ、そう正解。もう一個いるかな。赤エイと。正解。じゃあカメ。えプシ。正解。もう一個は？もう一個カメさんいるかな？いないよ。いるんだよ。いないよ。カメさん近くにいるよ。カメとカメ。キッチンのところ？キークもう一匹カメいた？いない。このカメさんの近くにいるよ。あれどこかな？この辺にいないかな？あ、いたね。いたでしょ。ちょっとは。じゃあ次はちょっと難しくなってきてる。うなぎってわかる？うなぎ長いお魚。蛇みたいな。蛇みたいなお魚。そう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 、正解。ちょっと。あ、バッチリですね。花丸しときます。ちっちゃい花丸して、ちっちゃいのがいいの。よし、はい、国語終わり。次は算数。ママ、うん、どうした？次は、あ、うなぎ2個見つけたね。うん。じゃあこれ紐できんの？これヒヤシンスっていうんだって。キキ、このパーポーのお花、うん、ヒヤシンスっていうんだよ。それ2個丸して。で、ネーネーは3。うどうした？うんが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 ーって言って。うんがー、うんがー。26ページ。あんや、あんや、あんや。うん。次行くぞ。いい？やだ。おお。26から。今日は9個だね。全部で9個あります。うん、何個か。最初は何個でどこ？出てる数字の分を隠して残りを書いてくれる。どこれが？ん？どこれが？どこれが？四個隠れてる。そうそう、正解。見てください。マニキュア塗ったんだよね。ピンクね。ママね。ね。おいい。マママリア。全部できたら。お茶飲む。あ、お茶飲む。ねねのは、待って、まだあるよ。カナリア。はい、うん。あ、1個つけてたの。はい、じゃあ丸して。もうちょっとだよ。頑張れ。これは、タカ。疲れた。お茶飲む。タカっていう鳥、飛ぶのが早いの。あ、早いと思う。あ、これタカ。タカ丸して。もう一個タカどこだ？うん？これ頑張って、これ全部終わったら花丸つけてあげる。じゃあこれ違うじゃん。タカだよ、タカ。タカどこだ？もう一個。こっちにいる、こっちこっち。タカ上の方にいるな。この豚さんの近くにいるな。正解。豚さんの近く。よし、あ、あともうちょっとだ。うん。ハゼ。もう一個ハゼどこだ？
きいなよ。ん？この、このどっかにあるの？この真ん中のどっかにいるの？ハゼ。どこ？これかな。テント。いた。あ、いた。丸して。よし、じゃあ最後。何？ナマズ。ナマズ。ゴンズイの仲間だっけ？うん。だからゴンズイもナマズと同じ。ナマズに似てるよね。はい、全部終わった。これは何を書けばいいんだ？うん？ここにちっちゃい花丸。ちっちゃい花丸。はい、よくできました。こっちのがいいな。ちょっと休憩したら。やな。クッサーっていう食べ物。クッサー。本当だ、クッサーに見えるクッキー。クソクソクソ。まだやる。まだやる？じゃあちょっと新しいとこ探そうか。あんまり名前が詳しすぎると聞きには難しいんだよな。これもやるよね。うん、そっちも。あ、これにしようか。和食。和食。和食博士。じゃあ行くよ。おにぎり、どこだ？ぷぷ、おにぎりだよ。おにぎり、三角のおにぎり。正解。もう一個。正解。じゃあ、うどん。うどん。やんでくれ。行く。ブブクリクうどんはねクリクお、ね、終わった？それじゃあチェックします。終わった、ママ今日終わった？9、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 9
四、五、六、七、八、九だ。九だったね。999。もうそれ以外全部正解。ま、ラーメン？うどん。うどんはね。できました。はい、じゃあ教科書は OK。あとプリント1枚で算数。算数の鍵で。プリント1。お前は俺しか愛せないだろ。なんだそれ。ねえねえ、ハントミのパール会えるの。お前は俺しか愛せないだろ。なんなのそれ。これの言葉をかっこよく言うで。もうこれのと。お前は俺しか愛せない。はい、じゃあ今日は。お前は俺しか愛せないだろ。そのわけがあるか。さあ、ウィンナー。ウィンナーあるから食べな、いっぱい。はい、今日新しいプリント。わー、やったー。にゃん、一輪車。問題読んでごらん。大きい方に丸をつけましょう。え、どういう意味？数が多い方のこの四角の中に丸をしてください。だって一輪車の方が多い。クマは三角でいいよね。ママ、うん、丸するだけでいいんだよ。ママ、うろ、多い方に丸つければいいだけ。ママ、うろ、うん、あれ、ページ変わっちゃってるな、キキ。和食博士。じゃあ、一個うどん教えるね。うどん、これです。これがうどん。じゃあもう一個同じうどん探して。どこ？こっちにある。こっち、左側。キキの近くにいるよ。今回楽しい算数。あれ、反対だな。ずっと書き順の練習ばっかだったもんね。うん。あ、もう終わった？終わった。ママ、ここ、こっち、こっち。ママ、昔小学校で何組だったの？ママね、一クラスしかなかった。26人しかいなかったから。何組？花丸やつ。もう組がなかった。1年生は一クラスしかなかったから。みんなは何組？ねねは2クラスあるね。うん。はい、大正解。明日もこれ？明日もこれ？あ、なんかこういう感じで明日も。やったー！これだったよね。明日の次も？あ、それちょっとまだ先まで見てない。やったー！ちっちゃい花丸。もっとちっちゃい花丸。もっとちっちゃく？いえ、それそれ。
すごいね、今日何ページやったの？今ね、国語と算数終わった。あともう一個道徳だね。こうちょっと待ってね、今プリントまとめるから。コーポポカーポポカーポポ。よし、最後は道徳。どこだ。はい、ハムスターの赤ちゃん、このお話を読んで思ったことをお話ししましょう。だって生まれてからどんどん大きくなる赤ちゃん、私はどんな言葉を聞こえないってもう生まれてから、あーもうジジイか。生まれてからどんどん大きくなる赤ちゃんに、私はどんな言葉をかけてあげるでしょう。動物や植物を育てている時、どんなことを感じましたか？だって。へえ。今の体勢、カメラで見てたのかな？はい、毎日心配やってほしいんですか？どんな気分だったかな？まず、じゃあ最初の方にある。ね。生まれてからどんどん大きくなる赤ちゃんに、ねねだったらどういうお話とかしてあげる？だって生まれたての赤ちゃんにどういうことをお話しする？まあ、別にハムスターじゃなくてもさ、おもちゃで遊んであげる、あーとか、あ、言葉をかけてあげたか、お話？あ、難しいね。行くなってねーとか、ママ、もういいで、それにする。どうしたの？聞こえない。聞こえないの？ね、聞こえなくなっちゃったの。ね。大きくなってねはね、おが2つあるね。これだと大きくなってねになってる。やめて。いや。こっち向いて、キッチンだから。あ、絶対、あれ、こちょこちょやるか。ご覧ください、親父を。親父をご覧いただき、ありがとうございます。親父をご覧いただき、ありがとうございます。パパ、こっち向いて。大きくなんだって。なってねとか。なんでもいいんだよ、別にねねが言いたいことで。すごいちゃんと食べて生きてるね。で、動物や植物を育てている時、しよどんなことを感じましたか？だって、けしどんなことを感じましたか？だって、はい、ちっちゃい生まれたての赤ちゃんとか、なんだって、なんだった植物を育てているときどんなことを感じましたか？だって、動物や植物を育てているときどんなことを感じましたか？だって、育てたりしてるときに、かわいいなとかいろいろあるじゃん。うん。パパ。ガブリエルとかさ。いっといじゃん、ガブリエル。あるとか、長生きしてくれるといいなとか。そう。いっぱい遊びたいなとかさ。あ、待って。
あそこでいいの？それ友達の考えでしょ。あ、間違えました。ねねの自分の考えっていうところに書いておけばいいよ。もう書いてよ。あ、これ横に空いてるところに書けばいい。ママ、一人滑るよ。マジ？うん。だから気球浮いてんの？うん。ママ、一人歩いてね。うん？ソファーに乗って。ソファーに。で。キキが落ちる落ちる、やばい。ああ、よかった。大丈夫だった。長生きするといいなって。でーでーでん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 。ああ、落ちる。ママできたよ。終わった。まだ自分の考えか今回。いや、今日はね、ハムスターのとこだけ見て。お父さんやお母さんは赤ちゃんのことをどんなふうに。あ、ここはいいの、とりあえず。そう、今日の課題はね、このハムスターの赤ちゃんのとこだけだから。あ、だって、ま、これで、今日はおしまい。お疲れ様。お疲れ様。わかった疲れた。あ、スターサメリオ、パパハムスターのサメリオ。あー、じゃあどうやって行けばいいんだろうが。ソファーまでどうやって行くかな。うんちするの。うんち。めっちゃでも鼻くそあるし。やば。鼻くそあるわけねえじゃん、パパが。また見てね。バイバイ。オロンチオロンチ。ツイッターオロンチ。パパ、下で喋るじゃん。TikTok もご覧いただきありがとうございます。パパやってまーす。チェンのかごろんがあんがじゅんのあらんがちゅう。